タッフとよくコミュニケーションを取る姿が印象的な審判です。さあリーグ戦最終節、両チームの選手たちがピッチに入ってきました。木本がここまで上がってきます。そして前田に渡した。木本が体を張りました。ここでマテウスの左足ぶれた。ただ西川のセービング、しっかりバックを捉えてましたしね。いつもよりは少し低めだったんですけど、逆にこう西川にとっては嫌な。もう一度受け直して江坂、さあゆるきだ、ゆるきの左足こぼれた。吉田がつないでいきます。うまくこれ前向いて左足振り抜きましたけど、ランゲラかなり広い範囲で、ここでも小泉ですからね、広範囲にわたって動きます。そしてボールに触ってリズムを作ります。クロスボールに対して関根だ、関根ブレイド落として、ここはクロスバーの上、ビッグチャンス浦和で斜めに入ってきましたね。これ吉田の前取って真胸でコントロールうまく待ってです。お、ここでシャビエルです。パスを選択、柿谷、シャビエル左足、途中出場で来ました。シャビエルいい場面来ましたけども、ここも出して一回前に行くという見せかけてしっかり後ろ残って、キッカーはユルキ、ショルツが少し遠いサイドから、うわ来た、浦和この時間に先制。後半の26分、コーナーキックから、やっぱりセットプレーが一つ鍵になると思ってましたけども、やっぱりいいボールが入って、酒井がやっぱ助走しながらジャンプ、やっぱこう高さが出ますよね、はい、浦和の選手のやっぱ高さ稼げますんで、いいボールさえ入ればやはり、ね、まあ、ただこの時間での浦和先制ということになれば、あっと、ああ、オフサイドですか。まあ、名古屋にとってみればこう救われた形になりますが、またチャンスを迎えます。途中交代の江坂だ。ランゲラック出てきて江坂かわした。ランゲラック出ている。シュート、ランゲラックのスパーの上。立て続けにチャンスを作りました。これしっかり真中谷がかぶったところ、ちょっと宮原もポジション前に取ってたのでカバーできなかったですね。ただこれ、ランゲラックの飛び出しのタイミングがやっぱ絶妙なんですよね。あ、そうですか、はい、ですから、どこを狙うか、遠いところ、牧野のその後ろ、こぼれたところ、小泉、ただここはオフサイドです。そうですね、泉がオフサイドを持ちますね。シャビエルが後ろに戻して、ランゲラックが蹴ったところで長いホイッスル、試合終了。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification